じゃあ次はシボレにしようかな。よーし、あと 100m。 全然綺麗見えねえな。これ道はあるの？いや、もう道なんてないんだな。もう2枚目のマップでこんな配置なんだな。オッケー。アンテナ塔を見つける。で、ここにアップグレード、修理上手。ああ、ここにもアップグレードあんだね。どうしようかな。一旦ここから道に出て、で、道なりに行って、どこが道なのかわかんないけど、ここと。簡単に登ってしまったな。やっぱこの車すごいね。さあ何かな。お、切り替え式のデフロックだね。トラックは、うん、おお、あいつか。やっとデフロックがついたね。じゃあ修理上手行こうかな。じゃあ道に出て、こっからこうの、ここと、はい。よいしょ。やっぱりまあアップグレードの差があるから一概には言えないけど、スカウトよりは安定してる感じだよね。スカウトっていうか、あのスカウト800、あいつは縦にちょっと長いもんね。見た目はあいつの方がなんか個人的には好きなんだけど。水辺は意外と余裕だな。どこだ？もう当たった。とか言ってたらこれだよ。褒めたら横転するの法則だよね。よいしょ。お、トラックだ。 OK、 タスク表示。お、報酬がトラックだな。この近くに相当修理が必要な壊れたトラックがある。この大変な仕事を引き受けてくれるなら、そいつは君にプレゼントする。きっと役に立つよ。ホワイトウエスタンスター4964。なるほど。
追跡開始。ん？駐車場に届けるってなってるな。修理上手だけど修理するのが目的じゃないのか。どこ駐車場？ああ、ここまで持ってくのね。どうやって？あ、ここのルートか。まあここも直しとかないと無理だね。なるほど。見た目はこいつの方が可愛いよね。うわ、ここか。めちゃくちゃ急だな。もう道というレベルじゃないよこれは。しまった、この車では無理かもしれん。横転待ったなしだな。いや、道ってレベルじゃないね。なんだ。ん？これなんか引っかかってんな。なんだこれ。なんか見えない壁に引っかかってたわ。木の判定が思いのほか広いのかな。やばいやばい。いや、この道やばすぎるわ。マジかよ。いや、もう2枚目のマップ難易度上がりすぎじゃない？いや、あそこまでも降りれるかどうかちょっとわかんねえなこりゃ。はい、横転。はい、はあ、切り替え式のデフロック。トラックリスト。おお、なるほど。またあいつがスカウトがまたパワーアップしてしまったな。で、アンテナ塔を見つける。それ受けてないよね。はい、じゃあいけるかな。お、
まあ、川渡り自体はね問題ないね。タスクを表示、アンテナ塔を見つける、地元の記録によればエリア内にアンテナ塔があるらしい。復旧して再利用しようと思っているんだが、辺りを探して見つけてくれないか。うん、これは到達するだけ経営だね、きっと。んどこにあった、あ、ここか、ミシガントライアルのとこじゃん。これは簡単だね。修理場2、あれ？こっちにも修理系があるんだな。これも運ぶ感じなのかな。それは受けてないよね。この車修理用品も積んでるからちょうどいいじゃん。行こうぜ。うわ、やば。オッケー、到着。タスク表示、小遣い稼ぎにいい仕事があるぞ。廃屋の近くに壊れたトラックを見つけたんだ。それを修理してくれたら礼を弾むよ。なるほど、これは別に修理してもトラックはもらえないんだな。9500を修理する。なるほど。なんで走れないんだ。よし、これを修理すればいいんだな。すべて300か。うん、あと1回クリアいけるな。次はここか。いや、すごいな。通れるんかこれ。うん、やっぱりこいつは屋根の積んでるやつで、おっと、やばい、これ深すぎる。いや、エンジンがいったよマジかよ。そして修理もできないよさっき修理しちゃったからね。残念。回収です。まさかのだよ。さて、アップグレード回収しよう。ここ毎回突っ込んでやな。避けよう避けようと思ってるんだけど、毎回突っ込んだ後に、ああ避ければよかったって思ってるんだけど、毎回突っ込むね。
危険な事故、この街はどうかしてる、ドライバーが燃料の積み荷を全部川に落としちまった、そいつは首にしたが川に浮いてるドラム缶を回収しなければ。なるほど。え、もうこれ水中じゃん、マジかよ。危険な事故、これか。あー、クレーン付きトラックね。いや、難易度よ。なるほどね。やったぞ。さてパーツは何ですかと。お、切り替え式 AWD。 ああ、何のか見るの忘れた、最悪だ。ボタン間違ったわ。じゃあここ目指すか。とりあえずこの道だな。なんかの AWD がついた。違う、うん、そうだね、なんかの切り返し AWD がついた。いや、ぬかるんどるねー。